皆さんこんにちは。私はまあもともと美術を、ね、アーティストリーをやってまして、まあこれは最初はフランス文学とか、まあいろんなドキュメントあるいはねヨーロッパのいろんな本を読んで、まあ、そういう方面からヨーロッパと日本を比較するそういう、まあ、研究をずっと続けてるわけですけれども、常にですね日本の美術というものがまだまだ世界ではですね十分に評価されてない、それからまた日本人もですねこの日本美術の価値というものをねこう、まあ、評価してない、あるいは理解してない、まあ、こういうとねやっぱりみんなまた田中先生が批判ばっかりしてるって言われるんですけど、そうじゃなくてこれはもう日本のねこう文化の価値っていうものはやっぱり相対化する、常にこう他の文化と比較してですね、そしてその価値を言わなくちゃいけないから、当然私のようなね西洋美術つまりフランスでドクターを取ってですね、それだけの、まあ、西洋美術に対する、まあ、ある意味での見識というかですねがないと逆に日本の美術を比較できないですね。ですから私はまあ幸いこの起こした本は、まあ、この本もそうですけれども、そのイタリアの、まあ、フィレンツェ大学、まあ、最初はフランスのストラスブール大学ね、それから2番目はですね、フィレンツェ大学、3番目はローマ大学で一応その研究して論文を各大学で出してきた、まあ、そういうことの経緯があって、だから、まあ、一つはまたミュンヘンの美術研究所でやはりデューラーの論文を書いてきたりするそういう、まあ、経験があるんで、まあ、そういうところからですねこの日本の美術をもう一回見直す、これがやっぱりその時の、まあ、ある意味でちょうど今から25年ぐらいまでですかね、これがそういう本、この元の本があるんですけどね、これは文庫版ですけれども、でこれはその英語版なんですね。この英語版が出たのが14年ぐらいまでですかね、私がちょうど、秋田のですね国際教養大学というところに6年ぐらい勤めていましてね、それは英語で教えてたんですね。ですからその時にこれが出たわけです。まあそういうことでね、やはり日本人がですね日本にいてこういう美術、日本の美術をねこうその価値がわからないっていうか、ね、非常に、ね、細かな研究はよるんですよ。しかしその価値っていうか概念がないんですね。これは素晴らしい。その向こうはですね必ずそのグレードっていうかねこう美術、例えばミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチっていうと最高のレベルでね、そしてその後こうだんだんと、まあ、その美術のこうランク付けができるんですね。まあ、それはやはり人々の、まあ、評価の目がそれをしたわけで、ツーリストブック、要するにたくさんのギドブルーとかね、そのガイドブックがあるんですけど、そこに全部星印がついてるんですね。で三つ星が一番素晴らしい、二つ星がその後、一つ星でもまあいいと。で普通のものはまあゼロでね、そういうこうちゃんとガイドブックが出てくる、ギド・ミシュランもそうですしね、そういうこの美術に対するこの必ず価値付けっていうのをやってるんですね。ところが日本ではですねそれが一切ないんです。で確かに優品だとかねいい作品だとはみんな思って、もちろん美術史を書くわけですけれども、まあそれはまあ確かにねこう選択はしてるんですけど、何がいいかっていうことが相変わらずまだないんですね。
で、実を言うとこの本はですね、元の本はまあ1995年ぐらいに講談社から出たんですけど、それを講談社がですね、学術文庫してくれて、これはもうすでに10版ですかね、すりが出てるんで大変読まれてるんですけども、今日はですね、シャーロンさんの、この依頼を受けてですね、この日本美術について皆さんにね、お話したいと思うんです。で、それはなぜ私が言うかっていうと、単にどの時代に何があったかっていうんではなくて、その今まで日本人の美術紹介に欠けていたことをね、皆さんにお話しながら、やはり世界でいかにこの日本美術がね優れているかっていうこと、これはまあ別に私はナショナリストでもね、別にそんな愛国者なんて言ってもね、そんなことは決して学問には影響しないね。やっぱりもちろん日本を愛してますけども、日本という国がじゃあ他の国と比べていい悪いはですね、やっぱり相対的な目がないとダメなわけだよね。で、私はまあそういう意味でね、日本美術というものがもっとね評価されなくちゃいけないし、また外国の方にもねもっと紹介されないといけない、これだけの面白い豊かな、ね、美術が世界に知れてないっていうことが問題なんです。ですからね、フランスのギド・ミシュランなんかを見てもね、なんかやっぱり一応そのいい作品が、例えばね興福寺でこういう、アシュラーですね、こういうものがいいって書いてあるんですね。で、確かにこれ三つ星なんですよ、ギド・ミシュランのねフランス版。ところがそれはですね、他のたくさんの、もっとたくさんのこういうね仏像を見た上でやってるわけじゃないので、やはりこれだけ、これはもう確かにいいものですけどね、私も五つ星をつけてるんですけども、もっといいものがたくさんあるんですね。もっといいものというよりも同じレベルのものはたくさんあるわけです。ですからこういうものをね、全て私はだいたい全て日本の美術作品を見てるんで、もう同程度のものが いくらでもあるんですね。だから五つ星が非常に多いんです。それをね、全部皆さん、特に外国の方々に、世界の人々にもっとね示したいと思うんです。皆さんこの絵を知ってますか？おそらくこれ知らないと思うんですよね。しかしこれは33間堂にあるですね、バス仙人といって、たくさんのこうご存じの33間堂では仙体仏といって、仙天のたくさんのね仏像がざっと並んでるわけですけれど、その前にこの28部集、その中にこの絵がある、ね、この作品がある。だからほとんど注目しないんですね。しかしこれはね、素晴らしいものなんです。で、素晴らしいものって言っても、先生がそういうと言ってもどういう基準でいいのかっていうね、これはもちろんご存じ、無着精神ね、無着、これも素晴らしいですよね。でね、今まではですね、日本の美術史のほとんどがね、羅列して見え、各時代のね作品をいろいろと羅列して価値をあんまり考えずにですね、どの時代何ができたかっていう、最近の方までみんなそうなんです。批判するのはあんまり好ましくないんですけど、私の同僚というかね、辻井さんの本もそれなんでね、ちょっとがっかりしてるんですけども、やっぱりね、その時にやはりそこに価値観をきちっと述べないといけないね。それはなんか主観的だと言ってもね、やはりたくさんの美術作品を見た上で言うっていうことが美術史家のね、あり方なんで、それをかえってできないようじゃダメなんですね。で、これはもう
ある意味で私はミケランジェロやレオナルドを見てもこれだけすごいものはないんですね。あるいはもちろん並ぶものがあるし、それからもちろんこちらの方がねちょっと特殊かもしれない。しかしやっぱり同じように、あの向こうの最高のものと比較して素晴らしいという、絵画もそうですね、こういうものはねちょっとないんですよ。でこれが13世紀ですからね、これできたのがもう鎌倉時代ですからね。でこんなレベルの高いものが13世紀にできるっていうのは他の国では考えられないですね。非常に気品がありですね、まあアンドレ・マルローはこれについてね、これと平重盛像を非常に評価してるんですけど、私はこの源頼朝の像の方が格が上だと思うんですけど、まあ、彼は近代美術の視点からね平重盛を評価してますけど、それからこのね鎮像っていうのはこれはもうね禅僧をね描いている絵なんで、これなんかもね非常にレベルが高いですね。でこう禅僧っていうとね全てが悟った顔をしてるべきなんですね、禅僧ですからね。だからこの特にこの大東国師なんていうのはね、大徳寺の一番偉い禅僧ですよ、禅のね僧侶。ところがねよく見ると顔をよく見るとね不安な顔してるんですね。目がねこう横を見てるんです。まあこれディテールがありますけどね、これよく見るとね目がこう横を見てね、なんかキョロキョロしてるんですね。決して悟った顔じゃないんです。これを見るとね分かるんですよ。やっぱり日本人はね知ってるんですよね。悟ったなんていう人は一人もいないんだと。禅僧でねこんな偉い人でもね常にこう疑ってる、あるいは決してもう悟りきったこう安心したね顔ではない、そのことをね画家が知ってるんですよ。人間というのはそう簡単にですね悟れないんだっていうことをね、それをちゃんと示してるんですね。まあそれから日本で一番美しいのはね、日本は自然が大好きだ、自然というものをね本当に中に生きてると、こうやって松林図って松のね林の中でこれご覧になってください。ただ松が書いてあるだけなんです。でこんなのは西洋ではありえない、松だけなんていうのね。まあ実を言うとね、ここのところにちょっと山があるんですね。でちょっとですね木がまあこう、曲がっているわけです。こう少し傾いているわけですけどね。しかしこれ構図としては非常に素晴らしいですね。そしてね、日本人が自然を愛する精神を一番この典型的に示したのがこの図なんです。長谷川東博のね、何も書いてない霧だけなんですね。白いこう、霧が流れている松林、それだけなんです。でちょっと晴れた時にねこう遠い山が見えるというのは少し見える、たったこれだけなんですけど山がねちょっと見える。まあ非常にこれもね憎いっていうか非常にその見事なこう表現をしているわけで、でこの絵がですねある意味では自然、日本の自然の絵を描いた上で最高なんですね。で余白、日本人は余白が大好きだ、こういう白い空間がね、ところがこれは空気が流れてるんですよ。で空気が流れてる空間を白く描きながら雲がねこう白く描かれてると言ってもいい、霧が描かれてる、そして木はこうおぼろげにねこう霧の中でこう霞んでいるわけですが、こういう
これがね、日本の自然観のある種の美学なんですね。わびさびなんて皆さんがご存知と思うんですけど、まさにこれがそういうものをね、示しているわけです。で、こう全てをね、こうだからヨーロッパの絵画は必ず主題があって、そこを全てを示すと表現するということで芸術が成り立っているわけです。日本はね、ほとんどそういう間、間っていうね、ものとものの間、それをねうまく表現することによって、この木あるいはこの樹木をね、美しさを描くわけですね。でそういうことがね、これはだから一番和歌とか俳句のね思想に近い絵ですよね。このようにですね、それがこう実を言うと江戸時代になると、まあこういう、これはまあ光琳のね紅白梅図ですけれど、これはまあある意味で装飾的なね図になるわけです。これはもう江戸になるとこういうふうなね、こう一つの装飾性を帯びる、あるいは抽象性を帯びる、そういうことになるわけですね。でまさにね、こういうふうなもので、まあこれは皆さんご存知のようにね、北斎の金沖裏波の図ですよね。まあこれはちょっと入れたのは、これはあれですね、富岡鉄斎の図、これは明治になってからですけど、これなんかはもうモナリザと並んで世界で一番知られている絵ですよね。でこういうふうなね、まあちょっとこうやって本当はたくさんの思い、まあ、スライドでねお見せしたいんですけども、まあ、今日はこうやってインタビュー形式なので、講義形式じゃないので、ね、皆さんこうやって本でお話ししますけれども、それからちょっとね、これは平治物語絵巻で、ちょうど今ですねボストンから戻ってきて、上野の塔の美術館で展覧会やってるんですけど、これもね13世紀鎌倉時代に描かれたものですけれども、物語はねこう平安の末期のこう平治のこう、まあ、事件があってですね、それのを見事に表現した絵巻物なんですね。この絵巻物がね、非常に細かなこうディテールがですね非常によく描けてるね。そしてこの本当にビビッドなこう人間表現があって、一人一人の顔が全部違う、まあ、そういう書き分けてるわけですね。これは私はね、時は光永という作家だということをちょっとここでねアトリビューションしてる。でこの本のね特徴は何かっていうと、できる限り作者をね当ててるわけです。作者を探して、作者を必ず絵の主題の前に描いてるね。これもね日本人はやらないんですよ。だから大体作者なんていうことはね、特にこの鎌倉以前はねほとんど誰も問題にしない。なぜか変なね概念があってですね、このそんな個人性っていうものは平安時代まで日本にはなかったんじゃないかと。つまりみんな一緒になって書く、つまり工房がねで書くという、そういうシステムじゃないかとみんな信じきってるんですね。ところがね、そんなことはないんです。例えばね、最初サインがねもう最初から日本にはあるんですよ。サインが作られて描かれてるね、まあ、ここに山口大口のあたりのねこの四天王像があるんですけど、ここにまあちょっとサインがね、この像にはサインがあるんです。で色をつけた人とね彫った人がちゃんと書かれていて、彫った人が山口の大口のあたりっていうことが書いてあるね。
ですからね、これはもう8世紀、7世紀ですから、7世紀の絵にね、もうすでにサインがあるんです。でこれはもうちょっとね、西洋でも考えられないですね。この時代にサインを描いて、これを私が描いたということを述べているわけね、記しているわけです。ですからね、これは個人、つまり山口の大口の値っていう彫刻家がこれを作りましたよということを書いてるわけで、それは結局個人のね、こう名前を入れて私が作ったんだということを言ってるわけでね。ですからね、このもうすでに7世紀から人々はね、日本人が個人として作品を描いてるっていう概念があったということなんです。でそれは当たり前でしょう、ね、だって万葉集っていうのはね、まさにみんな作家、それを、まあ、読んだ歌った歌人の名前がついてるわけね。大友の、まあ、旅人とか、まあ、柿野の元の人丸とか、皆さん、まあ、いろんな名前を知ってると思うんですね。それは個人が和歌を作ってるわけね。それが万葉集であるわけ。ですからね、こういうその彫刻であっても、やはりそれをね、そういう作家があるということは当然なんですね。ところがね、日本人はそういうもの、そういう作家個人なんかないと思い込んでるんですね。で西洋に個人があるけど、日本には個人がないんじゃないかというような、まあ、変な概念、変なですね、こうその、まあ、西洋コンプレックスがあるんですね。まあそれも未だにそれほど治ってないので、私は全部ですね、できる限り作品、作家をね、掘り当てて書いたのがこの本なんですね。そして価値と作家とね、そしてその様式、様式っていうのは大事なんですね。スタイルですね。日本はね、今までの西洋美術はもう今日、日本美術はこれ今日描かれているものもそうですし、仏像もそうなんですけど、みんなね、ただ何が描かれているかっていうことは書くわけですけれども、その美術的な価値っていうのをね、こう全然まあある種のないがしろにするわけでね。でそれはね、私はまあ西洋で別に威張るわけじゃないんですけど、美術やってると、やはりその様式というのは3つ少なくともありましてね、時代様式とこの一つの地方様式。時代っていうのはその時代ね、鎌倉時代、鎌倉時代。そして地方様式っていうのは、まあ、奈良とかね、関西、あるいはこの東北とか関東とか、そういうこうそのどこで作られたかっていう。それから、そしてまあもう一つ言えば、スクールっていうものがあるんですけど、まあいずれにしても個人っていう様式がある。個人様式、地方様式、時代様式といった、そういうメルクマールでね、作品を見なくちゃいけないんですね。でそれをね、私はこの本で全てやってみたんですね。そうするとね、時代様式はもう各時代に豊かな様式があって、最初は素晴らしいこういうね、原始的な、まあ、縄文から始まってですね、そしてまあこういうね、これも縄文ですけど、そしてこの、まあ、古墳が作られた時には埴輪が出てくるわけね。そしてその後仏教、仏像が出てくるわけです。そして仏像もですね、最初はまあこういう、まあ、インドとかね、中国からのものだ、を真似してるなんて言うんですけど、そうでもないんですね。日本はね、もともとそういうこの自分の様式っていうものを常に
最初から持ってる、まあ、先ほど言いましたようなね、山口獄地のあたりもそうですけれども、鳥節というね、これなんか鳥節様式なんですね。ですからもう最初から個人様式があるわけですね。まあ、鳥節なんていうのは本当にこの法隆寺においてですね、こう見事な釈迦三尊を作っているわけです。まあ、ちょうどそれが聖徳太子の時代で、まあ非常にこう日本がですね、文化をしっかりと持ち始めた、それを仏教と神道というものをねしっかり身につけながら、それを基本にしているわけ。私は日本の宗教っていう本も書いてるんですけどね、そこで何を言ってるかっていうと、日本の宗教は神道と仏教があると。で、神道っていうのは何か、それは日本のね共同体の全部がですね同じように信じていくっていう、日本人のまあ共同体としての宗教だから、これによってですね、神道、お祭りって皆さん知ってるでしょ、お祭りがよくある、それは全部神道でしょ。で、個人の祭り、仏教もちろんお寺もお祭りありますけれども、それはお釈迦様のお祭り、あるいはそのお寺のそのお坊さん、お坊様のまあお祭りですね、個人の祭り。しかしそういう時には神輿は担がない、お寺ではね神輿は担がない、神輿を担ぐのは神社なんですね。みんなでこう共同の神々をね祀るわけで、まあ、そういうことがね日本の神道なんですから、個人宗教としての仏教と共同宗教としての神道だ。これはまあ私が常に日本のねこう二つの、なぜ神仏、神道と仏教を両方信じているかっていうことがね、この理由なんです。人間っていうのはね必ず両方し信仰しないと、片方だけだとねやっぱり欠けるところがあるんですね。なぜかっていうと、人間っていうのは個人として生きるわけね。しかし同時に家族と一緒に、皆さんが学校行ったりね会社行ったり、その稼ぐためには共同で仕事しなくちゃいけない、そういうもう決まりがあるわけね。家庭があって、まずはそれが共同体、家庭というね。で、日本はね縄文時代から竪穴住居っていうのがある。で、竪穴住居っていうのは何かっていうとね、結局そこに一家族二家族が一緒に住むんです。ですから非常に狭いんですよね。狭い中に一家族に、まあ、2世代ぐらい、あるいは3世代ぐらいの家族は一緒に住む、そういう形をしてるわけですね。まあ、場合によってはね小さかったり大きかったりはしますけれども、やはりそれは一緒に 家族が住むという、そういう時代が1万年以上続くんです、竪穴住居はね。で、そうしますとね、日本人の本当に根底にある心理ができるわけです。それは常に家庭と共にあると。お父さんとお母さんとお兄さん、お姉さん、弟ね。こういうこと。それから場合によっては おじいさん、おばあさんがいるわけね。で、おじいさんとおばあさんというのはお母さんのおじいさんとおばあさんもいるし、お父さんのおじいさんとおばあさんいるんで、この方々はまた別に住んでいるかもしれない。まあ、いずれにしてもね、こういう二世代が一緒に住むっていうことがあって、それは何をこう人間としてね、こう理解するかっていうと、年功序列なんです。やっぱりお父さんやお母さんは、やっぱり経験があってね、自分たちを産んでくれた、保護してくれるね、これはもう絶対的な母と子の関係、父と子の関係があるわけね。しかし兄弟はたった2つ上でもね、日本はお兄さんっていう言葉を使うね、それからたった1つ下でも弟という、この兄弟姉妹っていう言葉があるのは日本だけなんです。
ブラザーって言うとね、エルザーブラザーもこうヤンガーブラザーも同じブラザーなの。日本は兄弟というね、別の単語なんです。で、別の単語であるっていうのは日本だけなんですね。向こうはもう必ずブラザーとシスター、あとでヤンガーとかね、エルダーってつけるだけの、そういうふうにもう固有の兄っていう言葉はないんですね。それはどういうことかっていうと、兄と自分の関係は年齢的に絶対なんです。で、2つ違うとね、子供の時はね、圧倒的にお兄さんが強いんです。喧嘩も強いしね、それから知識もあるし、お姉さんも同じ。その考え方が日本にはしっかり根付いて、今だって日本だけがね、年功序列っていうのがある。ですから先輩後輩っていうのがね、これほど強い国は他にないですね。向こうはね、年が違ってもみんな同じフレンズですよ。同じこう、まあ、レベルでね、こう付き合うわけですが、まあもちろん多少年上だとね、尊敬もありますけど、しかしそれはもうほとんど年に関係ないわけです。日本はね、どんなうちでもこの年功序列がある。たとえ お兄さんが能力がなくてもね、まあ多少は軽蔑しても、やはりお兄さんはお兄さんなんだ。やっぱり喧嘩したら負けるんですよね。ですからそういうことでね、社会の秩序がですね、年功序列でできてるんですね。で、これが一つの会社でもっていかに働くか労働するかにも響いてくる。それがね、そこにね、外国人が入るとね、外国人はそれは分からないんです。ですからね、その上下関係、この人が私より年上だ年下なんていうのはほとんど問題にしないもんだから、実力でいこうとするわけね。そこでいさかいが起きるわけです。この人は日本人のことを知らないっていう、まあそうでしょう。世界はね、その実力だっていうことでね、ですからあんまり年でこんな能力がないね、こう先輩がいたらやっぱりそれ乗り越えていくっていうのは当たり前ですけど、日本はあまりしないんですね。それは大体そういうことをね、年でもってレスペクトするという習慣ができてますからね。まあもちろんそういうことでね、他の部署に連れていく、そういうこう年長者がいたら、その人の能力ある人は別のところに行って活躍させるような、まあ、その人事の配置がね、これは会社がやるわけですけど、そのことが大事なの。日本はね、秩序があるんです。常に全てが人間の秩序があるし、社会の秩序がある。これは何かっていうと、中心に天皇がいるというね、天皇が126代続いたっていうのは日本しかいない。で、この美術史はですね、全部この天皇がいる社会の中における作品なんですね。ですからそういう秩序を知ってるわけ。それは何かというと、天皇家っていうのはね、126代一番長い家系なんです。だから尊敬されるんです。一番長い家系だ。そしてね、それがあの神話が保証するんですね。あの古事記、日本書紀、特に古事記がですね、天土がこうね、あの、まあ、宇宙にあるわけですね、自然の中に。天土の後にね、その天土の中から突然のようにね、御柱の神が生まれる。雨の水上の主の神、神高見結びの神、神結びの神、この三柱は独立して現れると書いてあるね。で、その雨の水上の主の神は雨の真ん中の神だから、これ太陽ですよね。高見結びの神、これは何かっていうと、高見結び、日高国のそれを結ぶっていうのはね、対結ぶっていうね、こうみんなでまあコネクテッドね、リレーテッド、
そういう意味で、あるいはファミリーね、そういうのが結ぶわけで、それから日本は結ぶっていう言葉が非常に重要でね、人と人が結ばれるっていうことによって、まあ、友好関係が生まれる。そして約束を破らない、約束しお互いにこうし合って、そしてそこである種の団結という言葉、変な、今労働組合みたいなのが団結って言いますけどね、団結というのはもう一つの塊となって結ばれるっていう意味なんで、だから元来は家族がそういうことをできるわけでね。でそういうその時に団結の結がやっぱり結ぶっていう意味だ。ですからね、こういう言葉でねよくわかるのは、やはり日本がですね、そういうこの和をもって尊ぶとする聖徳太子のね言葉のように、それを大事にしないと人間っていうのは一人で生きていけないっていうことをいつも言うわけね。だから西洋ではね、一人で生きていけるっていうことを重視するわけで、一人で生きるっていうことをまず根底に持っていて、そして家族あるいはね社会ができるわけ ですから個人主義っていうのがあるわけ。特にユダヤ人がね、やっぱりディアスポラですから一人でこう動くっていうことがよくあるわけで、まあ、典型的に出すから個人っていうものを生んだのはある意味でユダヤ人だと思うね。つまりやっぱりアングロサクソンたちはやっぱりこう家族があるし、日本人と同じようなね、で民族意識があるわけで、しかしユダヤ人たちっていうのはディアスポラというね、こう不思議にこう民族が調散する、こう散るわけですね。でみんな一人最後は一人一人になって各地にねこう散っていく。これは何かっていうと、イスラエルって土地がですね、やはりシリアによって攻められて、こう国ごとですね占領されると、やっぱり住んでいた人が十氏族が全部消えちゃうんですね。消えちゃうっていうも、これはもう確かに旅をし始める。そして日本までやってくるっていうね。私はまあそういう歴史を見てるんで、それはユダヤ人しかできないんですよ。これ何かっていう、ユダヤ人は常にね、こう祖国がイスラエルっていう場所はね、一番アフリカからユーラシアに出る出口にあるもんですからね。あそこを元来日本人類っていうのはアフリカに生まれたんですね。でアフリカに生まれた人たちが歩き始める、そして東に向かうとすると、必ずイスラエルを、シナイ半島とね、こうイスラエル、あるいはレバ今のねイラクとか、あの辺を必ず通るわけです。そうするとね、あの国が安定するはずがないんですよ。ですからあのイスラエル人が常にこうディアスポラになって世界を散るっていうのよくあるね。これはまあ私が何度も言ってるんですけど、ローマ帝国が来ると、特にハドリアヌス帝の123年なんていうのは、もう完全にイスラエルからユダヤ人が全部追放されちゃうね。帰るとこがない。そうするともう世界中に行くわけですね。そして多くはまた日本にも来るわけ。このことがね、私にとっては非常にね重要になったんですね。でこの私はね、この「日本神話と同化ユダヤ人」っていう本を書きましてね、このユダヤ人がね日本までやってくるっていうことをここで書いたわけですね。そしてその人たちの顔がこういうふうにですね、埴輪となって出てくるわけです。そして同時代にこういったね、畑川勝がこういうその猿楽、雅楽をやって、こういう面をつけるわけですね。だからこの面もね、大体7世紀8世紀のもので、これ大崎神社っていうね阿公にあるわけですけど、やはりこういう人たちが日本までやってきたわけね。でこのところがね、この埴輪がですねたくさん出てきたっていうことをね、
今回発見したわけです。こういう埴輪がね。でぜひね、皆さん芝山遺跡を行ってください。芝山遺跡に必ず集中してるんですけども、しかしもう関東中あるし、実を言うとね、私はちょっと関東だけかなと思ったらそうじゃない。あるちゃんと教えて、考古学者が教えてくれたんですけどね、関西にも九州にもやっぱりこういう水らをつけた、こうね、こう CG と結びつけた人たちが日本中いるんです。だから彼らはね、日本に来てからも旅行しまわってるんです。まあ、そこにシャロンさんがいらっしゃるから、旅行が旅が大好きだという車で、そういうもう昔からそういう人たちだったのね。ですからね、こういう人たちが旅行しまわっているっていうことによって日本はですね、ある意味では活性化するのね。非常にそういう人たちがいてですね、あとなると天狗とかね、鬼とかにもなるし、ある人は山伏になったりね、縁の行者になったりするわけで、で大体そういう人たちがね、顔がちょっと鼻が高かったりね、全部まあ日本人の普通の私の平らな顔じゃない顔がね、結構たくさん出てくるわけで、でこのユダヤ人の存在を私は知ってからですね、日本の文化を説明するのに非常にねできるようになったんです。これまではね、全部朝鮮と中国から来た人だとみんなが言うわけね。ところが朝鮮や中国は日本人とそっくりじゃないですか。こんな顔の人が一個ないんですよ。だからそこに世界中に故郷がなくて散っている人がいるんだ、これがユダヤ人がいるんだっていうことをね、彼らはねどこにでもいるんですよ。中国にもいるしね、朝鮮にもいる。新羅なんていう国はね、秦氏新漢って言ってね、新漢、新羅っていう国は新漢という言葉の国だったの。新の新はね、こう立つと書いてあります。実は言うと秦氏の秦なんですから、新羅にはねたくさんのね、製法のね、いろんなあのガラス器とかいろんなこう玉があるね。それはもう彼らが持ってきたに違いないんです。ですからね、新羅っていう国、まあ百済ももう似たようなもんで、新羅とか百済っていうね国の名前は実を言うとね、朝鮮語じゃないんです。まあこれがね、こうどういうこのまあヘブライ語にあたるか知りませんけれども、新羅っていうのはね、百の羅と書く。そうするとね、百の羅って書くからね、たくさんのローマ人という意味でもあるのね。で、あの頃は外国、特に西洋人のことは巨大なローマ帝国がありましたからね、ローマ帝国の一国がこうヨーロッパを表してましたから、それでラってくっつけたんだろうと思うね。ですからそれが、新羅っていうと100、そのローマ人が100人もいる、あるいはたくさんいるっていう意味だね。で、新羅はね、実を言うとユダヤ人の国だったんだ。これがあの最近よく分かってきたんだね。だからこそあそこに新羅にですね、今のね、あの朝鮮半島の右の方なんだね、あの東の方なんだ。ここにね、いい仏像もあるし、割合こう日本に近い文化があるね。でそれはやっぱりあのつまりユダヤ人がいたんですね。で彼らはね、移動してね、大体朝鮮っていうのはあのいつく、今でもそうですけど、あんまりそこをねこう居続けるところじゃない。生活がね、割合こう厳しくてね、寒いしね、やっぱり日本のに来たがるわけですね。今だとそうなんですよ。朝鮮人はみんな日本に来たがるわけです。こう楽だし、あの水があるし豊かだしね、まあ、まあそういうことがあってね。でこういう人たちも日本に最終的に来るわけです。これあの皆さんね、あの
縄文時代の5000年ぐらい前はね、から1万年の間ぐらいはね、朝鮮半島にほとんどね人口がなかった。ですからその前はね、石器時代はね、日本には1万2000ぐらいの石器時代の遺跡があるんですけども、これはまあ3万年2万年3万年前ですけどね、それがですね、朝鮮には50しかない。ですから日本に1万2000もあってですね、韓国に朝鮮半島に50しかないっていうのは、全部素通りしてくるわけだね、日本まで。そして石器時代でさえも日本に住みたがるわけ で、これはまあ私がねこう言ってるのは、日本が太陽、日本日の元っていうね、日本という国は太陽の元である。だからこれはもう太陽、The Sunrise Rising Country なんで、太陽が昇る国なんです。フランス語でルソレイユルバンって言ってね、太陽が昇る国、それを日本なんですね。ですからね、これはもう戦時中からそういうことでね、海軍の印が太陽を昇るね、朝日の太陽が昇る、旗を持ってるわけでね、日本の国旗がそうだ。それはずっとね、昔からそうだったっていうことがわかる。日本が太陽が昇る国だった。それでね、関東東北にたくさんの人々がいるっていうことだ、縄文時代にね。それでわかるんですよ。そして人口がですね、だいたいこの東の方の街道沿いにだいたい人口がね分布しているわけです。ですからね、縄文時代っていうのは本当にそういう縦穴住居で平和にね、戦争なんかほとんどしてない。だからハラリさんのね、ホモ・サピエンスなんて、ね、いつもこう戦争してるんだということを言うわけですけれども、日本はね1万年間はねほとんど戦争してない。なぜかっていうと、その人々がね、骨が出てきてもね傷ついてないんですよ。たまにはあるけれども、それはまあ確かにね、個人的には喧嘩したのかもしれませんけれども、大量にねそういう戦争した跡が全くといってないね。だからそれがね、こう幾何人こういう旗師が来てからですね、途端に多くなるんです、戦争が。でこれは何かっていうと、ユダヤ人にせよね、あるいはまあ大陸の人たちはやっぱり長い間戦争がまあ当たり前だね。特に遊牧民族っていうのはそういう人たちだったわけね。ですから戦争するのが当たり前だっていうことになってくると、やはりですね、お互い同士が殺し合うっていうことも当たり前だね。でこれはユダヤの聖書を読むとね、必ず兄弟殺すの、カインとアベルがね、やっぱり殺し合ったりそういうこの問題、それからまあこのそういう犯罪ね、こういろんな意味でね、お互い同士殺し合うっていうことは戦争が多いんですよ。だから戦争が多いと当然この殺し合うわけで、ね、とか日本は縄文時代ほとんど戦争がないとなるとね、殺し合ってないんですね。だから平和で過ごすということが当たり前になってきて、でそれだけまた自然環境が素晴らしいもんですから、魚とか特に、ね、貝類を食べる。日本はね貝塚が多いんですね。で関東東北は非常に貝塚が多い。それは貝っていうのはね、砂浜に行けば食べられるわけです、取ってくれるわけで、で一番簡単に料理できる、もう火にくべればもう十分ですからね。だから女性でも子供でも食べられる、砂浜に行けばね、いくらでもありますから。だからね、貝塚が文化がある。そしてそれが母系性を作る。ですから男はね、戦うための
まあ、能力を持ってますからね、狩りをするとか、日本はね狩りをするのもそれほど必要ないですね。栗を、まあ、鹿とかイノシシは食べてましたけどね。もちろん魚を釣るのもやっぱり男の方が釣れるでしょうけど、でもねやはりその、まあ、結局は女もできるね。で日本は母系制が長く続いた。だからアマテラスっていう、普通はアマテラスっていうのはね、あの太陽神ですから、太陽を拝む人、祭祀巫女ですからね、祭祀する巫女の女王ですよね、一番高いくらいの女性なんですよ。で日本っていうのはアマテラスを見ても分かるように母系制の国だったんでは分かるわけですけれども、その後ね、長い間縄文の後ですね、こういう人たちが、ユダヤ人たちがやってくる、あるいは中国人、朝鮮人がやってきますけれども、基本的にですねユダヤ人が多いですね。なぜかっていうと、結局ね、朝鮮とか中国は別に日本に来る必要はないんです。結局そこにちゃんと食べられるしですね、そこの習慣をで生きていけますからね。で別に必ずしも追われてるわけじゃないしですね。だけどユダヤ人たちだけはですね、どうしたってどっかに定住したいっていうことでいい場所を探すわけですね。だけど少数ですけどね。だけども日本に来て、ああここはいいとこだって、もうすでにそこで一神教を捨ててしまうというところが出てくるわけね。ヤーベを捨ててしまう、で日本に定住するっていうことがある。ですからこういう人たちは全部定住しちゃったの。これはあのですからね、この辺もね重要なことで、だいたいね、こう神武天皇がだいたい180年頃にね、こう日本に大和国を作るわけですね。そして250年頃に最初の大きなね、古墳を作るわけです。で、あ、ごめんなさい、古墳を作る技術はね全部果たし、ね、恥しという、それはみんな大陸の技術だから、古墳なんていうのは全然朝鮮や中国にないんです。前方後円墳のようなものはね全然ないんですね。日本独自なものなんです。だけどそれが日本人が作ったかっていうと、そんな大きなものをね、ご存じように最初のまあこの足墓古墳でもさえもね280メートルなんですよ。こんな大きなものをね、日本人がね作る力もないし、そんなものを作る必要もなかったの。日本は町の中に小さなお墓を作れば十分だったんですね。王室を、そして三内丸山のようにね、こう一緒に住むと、死者と一緒に住むということで、三内丸山がね、村の町の構造ができてるわけ。こんなね古墳を使って町の外に大きなものを作るなんていう、そういう概念がないんですね。でもそういう概念を持ってきたのがどうも果たし、ね、こういう人たちで、こういう人たちが恥しと言って、こうそういうものを作る専門のね、フリーメイソンですよ、マスネリアっていうか、そういうね石油がたちがいっぱいできる、これが恥しって言われる。これも全部ね、だから神武天皇、崇神天皇の第10代こう大和国が成立しますけれども、そこにねこの旗師がものすごい大活躍をするね。これをね今まで朝鮮人だと思っちゃった、あるいは中国人だと思ってしまった、近いからね。ところがそういう彼らは別に来る必要がないんです。追われてるわけじゃないからね。だからやっぱり人々は生まれたところが好きなんですよね。だけれども、果たしこのユダヤ人たちは追放されてますから、帰る国がないからね。
どっかで定着せざるを得ないわけですね。そしてそれが彼らが日本に定着したわけです。まあですからね、日本にですね、まあこのまあこの辺からですね、大体もう崇神天皇以降ずっとね、竹内宿根という人がね、第11代から第16代ぐらい前かな、ずっと竹内宿根という人がいる。この竹内宿根っていう人はね、建国の建とかね、 竹とかいろんな竹内という名前書きますけれども、宿根っていうのは何か、こう宿って書くんですよ。宿の根って書くね。この宿っていうのは何か、日本人ならね、別に宿を取る必要はないわけで、こう住んでるわけですからね。これは外帰化人なの。どうもね、これもだから朝鮮人にしても中国人にしても宿を取るために日本に来てるっていうことはありえないですね。だから一時的に来てるつもりの人たち、これがねやっぱり二十歳なんです。ユダヤ人になっちゃう。ですからね、スクネという名前の人たちは大体ユダヤ人と考えていいと思うね。彼らはいつでも動ける人だと、宿を取りに来たんだというね、旅人なんですよ。まあこれはだからね、これ迷える人って言ってもいいかもしれないけど、とにかくこの日本まで来て、そうして宿を取ってるというね、まあ少なくとも帰化人、まあその日本人のね、こうこれはまあ外から来た人たちという意味が、まあ、あるだろうと思うね。そして宿根の竹内宿根が天皇をずっと補佐する役割をする。でこういうその像たちはね、この大きなね古墳の中でこういう人たちがこういう像が作られるわけで、古墳で死んだ名手ね、領主の周りにいた人たちがこういうね埴輪で作られるわけです。ですからね、埴輪っていうのはね、決してなぜ作られるかっていうとね、日本書紀に書いてあるんですけども、領主が死ぬと人々がねそれを悲しんで、あるいはそこにこう領主が偉いとなるとね、もう領主が死んだら私も死にたい、そういうこの殉死っていうの、日本はね殉死っていうのがよくある。領主が死ぬと自分も死ぬと、これはよく日本が特殊な民族だってよく言われてね、殉死っていうのをですからよく言われるわけですけれども、これはね、私の、まあ、普通の時代に、この殉死について、日本の自死、自分で死ぬっていうことの歴史を書いた人がいるね、その中にも出てくるんですけど、殉死する、天皇が死ぬと自分も死ぬと。そうするとね、この大きなお墓、つまり古墳あるいは前方後円墳の中でこれが作られてるっていうのは、これがみんな一緒に死んでるっていうことだ。それでね、私は、まあ、日本書紀の中から面白い、まあ、エピソードがね、こういう人たちがね、周りのこうお月の人たちがみんな死んじゃったらね、そのこの土地のつまり後のねこう状態が、重要な人がいなくなっちゃうわけですね。でじゃあそれは困るっていうことで、恥氏という氏族が、ね、の人がこういう像を作ればいいと、代わりにね。でそういうことをまあ提案して、あそれはいいだろうということで、天皇がそれをこうまあ承諾して、それでこの埴輪がたくさんできたということになっているわけです。まあそういうことがね、この埴輪っていうものの、これまあ非常にプリミティフなねこう格好はしてますけれども、意味があるんですね。それだけ
領主が死ぬと周りのね、こうその再それを補佐するね、多くの人たちが一緒に死ぬ代わりにこういう像を置くというね、そういうね補佐する役割の人がね竹内宿根なんだね。で竹内宿根っていうのはね、それ以後の日本の天皇を中心とした世界で常にねこう助ける人たちにずっと子孫が活躍するんですね。でそこの中に桂木氏がいたり、最後は面白いのはその蘇我氏っていうのが出てくる。で蘇我氏っていうのは蘇我の四代っていうのがね、これは大事なことなんで、6世紀まあ BC を語る上でもね、その BC のまあ以前のまあ仏教史の以前の世界なんですけど、蘇我氏が仏教をね主張して、物部氏がね神道を主張する。そして そこで天皇がどっちに選ぶかっていうことをねこう判断する、そういう歴史がね6世紀半ばから7世紀にかけてあるわけでね、仏教が日本にやってくる。それを積極に取り上げようとしたのが蘇我氏なん。それから伝統的な神道だけでいいと、そんなものを受け入れるべきじゃないって言ったのが物部氏。でその争いができて蘇我氏が勝つんです。で蘇我氏が勝つということはね、何か、これがもう面白い謎なんですよね。蘇我氏って何か、我よみがえりっていう意味なんです。私がよみがえる。これはね、釈迦はねそんなこと言わない。神道でもねよみがえるなんていうこと言わない。これはね唯一ね言ってるのはキリストなんですよ。だからねこのキリストがなぜ日本にやってきたかって不思議なんです。そして馬子っていうのもね、馬小屋の前で馬宿の王子っていうんですね。そして馬子、つまり蘇我の馬子、あるいは馬宿の王子、我よみがえるキリストっていう意味じゃないですか、蘇我氏がね。それが日本を支配するんですよ。で仏教を主張しているのが蘇我氏だ。そうするとね、これは謎があるんですよね。仏教というのは釈迦ブッダですね。実を言うとね、キリストっていうのは実を言うとブッダのね行いをちゃんとね取ってるんです。これは面白いんですよ。キリスト教は個人宗教で、キリストというね一人の神の子を人々がね、キリスト教全部それを敬うわけです。ところがそのキリストはね、私の調べたところ12、3共通してるんです。釈迦と母親がマリアと マヤ、ね、それからいろんな修行するとかね、さまざまな点でね、実を言うとこれは発見なんです。キリスト教は仏教を真似してるんです。これはね、もうドイツでは19世紀にもう研究されてるんですね。20世紀そう初頭に研究されてる。しかしキリスト教徒はねそれを認めないんですね。仏教から来たなんて自分たちの宗教だ、あるいはユダヤ人も認めない。だけどあれは私たちが見ればね、仏教を真似してるってことが分かる。仏教っていうのはね、紀元前6世紀5世紀ですからね、キリスト教は1世紀ですから、もう5世紀の差があって、それはもう夏商花王なんて、ギリシャの夏商花王はね仏教をギリシャに紹介してますからね、ユダヤ人が知らないはずがないんですよ。だからね、それを身底にとってキリスト像を作ったんだなっていうのが分かるんですね。これはもう我々の研究でよく分かるんです。そうするとね、蘇我氏は結局キリストを支持すると言いながらね、やはり
ごめんなさい、仏教を支持すると言いながら本来はキリストをね、日本人にもキリスト教を持ってきたかったっていうことが分かるんですね。でこれは秘密になってるんですよ。ところが日本人は蘇我氏、今江戸の王子が意味が分からないもんだから、未だにね。だから私が説いたのは、これは明らかにネストリウサのキリスト教を持ってきた、それが蘇我氏だったっていうのがねバレた。これはね、ネフェソスの431年にネフェソスの宗教会議があって、そこでネストリウス派がね追放されるんですよ、キリスト教カトリックからね。あるいは要するに東方のキリスト教からも。それがね日本にずっとやってきて、からこれはもう明らかにそのネストリウス派の景教っていうんですけど、景教の石碑がね中国にもあるんです。でこれはもう日本より7世紀8世紀にね石碑ができているから、中国が最初だろうというのは、確かに中国を経由してきたかもしれませんけれども、日本にが早いんですね。蘇我氏は6世紀にねこうそれを持ち込んだはずなんです。で自分の名前を我よみがえり前戸の王子っていうね、これを聖徳太子の名につけたの。聖徳太子も蘇我氏のね子供ですからね、お母さんが蘇我氏ですから。それでねこれで分かるんですよ。で仏教をもたらした蘇我氏がこれ以降はまさにね仏教のこう仏像をね作り始めるわけで、特にねまあこれ、まあ、この辺のね歴史は面白いんですよ。だけどちょっとあまり時間がないからね、これ以上その時の蘇我氏の物語は語りませんけれども、要するに最後はね蘇我氏は藤原氏あるいは中臣氏そして中臣の王子この天智天皇によって殺されちゃうのね。その蘇我氏の宗家っていう中心の蘇我氏がね根絶やしにされるんです。面白いのはね、ある日天皇の前にですね蘇我氏も朝鮮から使節がやってきたっていうんで呼ばれていくんですよ。その時にね中臣鎌足と藤原氏と中野英二が相談して蘇我氏をまあ首を切るというね、そういうこう計画をするわけね。ある種のこうテロリズムをやろうと。でそれでね結局成功するんですね。で天皇の前でそれをやったっていうことは、もう明らかに我々はこの蘇我氏に反対してるんだっていうことを示したわけね。でそこで蘇我氏が途絶えるわけ。まあもちろん蘇我氏自体はまあ他の名前をつけてね、あるいは別の系類の人はまだ生き延びますけれども、蘇我氏や宗家が途絶える。その後ですよ、日本という国に暴力事件があんまりなくなった。つまりユダヤ人たちはね、崇祯天皇も殺し、それから実を言うと聖徳太子も私は殺した。だけど最後はまた彼らもまた殺されるわけね。ここまでだいたいたくさんの殺人事件が多かった。つまりユダヤ人は悪いけれどもね、やっぱりそういうことを平気でやる民族だなっていうこともわかるんですね。まあこれは古代だけでしょうけど、いやどうかなと思いますけど、まあいずれにしてもね、そういう人たちが生きて、しかし彼らも果たしっていう表は蘇我氏じゃなくて、果たしは完全に神道を真似するわけね。で私はねこういう本も書いてね、京都はそのユダヤ人果たしが作った。京都の、ね、神社は全部ほとんど果たしが作ってる。八坂神社はねまあ そうですしね、こういう、まあ、ユダヤ人たちが少なくとも7世紀まではねこういう姿で彼らはいたわけだね。こういうその水面をつけたね。まあその姿がねやっぱり
8世紀になるともうそれはやめようと、それを言われたのが天武天皇ね。天武天皇がユダヤ人のようなこう見面をつけるのはやめましょうということで、そしてあまり肉食をするなと、魚を食べるということをし、それから樹木が切られたらね、やはりあの牧畜あるいは羊なんかを連れてくると必ず森が荒れちゃうんですね。で森がもうなくなってしまうので、必ずそこを天武天皇が言われるのは必ず植林をしなさいということをまあ言い始める。でそこでね、ユダヤ人支配が日本では終わるんですよ。でその後日本人のこちら平上国系の高間原系の天皇がずっとそこをね継ぐわけですけれども、それを今度は畑氏はね守る方向に回っていく。なぜかっていうと、畑氏には全部天皇は土地を与えてるんですよね。これは土地をね天皇が与えたっていうことはちゃんと生きられますよと。で素晴らしい土地をね、どこでも日本は大体あのどこでもね素晴らしい土地ですから、あの水があり木がありね、魚がおりですね、どこでも生きられる、山菜がありね。でそこに山に生きるっていうことがユダヤ人たちが始めたわけで、それがねいろんなこうまあ縁の行者とかね、あの山伏とか、それから鬼とか天狗とかって全部山に住んでる山人なんですね。山人になっていく。そういうことでね、彼らは自然の中に生きるっていうことが大好きだから、まあ、そういう生き方をし始めるわけ で、いずれにしても神社をねたくさん作るってことだ。まあ、この本はね東京都における神社を全部調べたんですよ。ほとんどがユダヤ人が作ってるね。そして彼らが土地を持ってるもんだから、その土地を神社に提供して、神社 の、 あの建築をする。元来はね神社っていうのは別に、神道っていうのは別にね建築はいらないんですよ。太陽を拝む、木を拝む、樹木を拝む、岩を拝む、それだけでいいんですね。でその前に机を置いて、そこにお供え物をして拝むだけで結構だ。ところが私たちはね、幕屋っていう習慣があって、長い間旅行し旅をしている砂漠地帯に、ね、幕屋を作ってはそこでお祈りするわけですね。その形式を日本に持ち込んだのが神社なんですね。だからこの京都の神社が多いのはそれなんです。で奈良時代はまだ少ないんですよね、神社が。やっぱり圧倒的にあの仏教お寺が多い。しかし京都になると神社が、そしてお祭りをやり始める。祇園祭りとかね、まあ鴨神社のまあこう大祭があったりね、いろんなこうお祭りを、それをまあそれについて書いたのはこれなんですけどね。まあいずれにしてもね、そういう彼らの歴史がですね、非常に日本にとっては糧となる、非常にこう重要なね、芸術が素晴らしいっていうことを教えたのも彼らだと思うね。残念ながら彼らは作ったわけじゃないけれども、しかしそれをこうプロモートする、作ろうじゃないか、お寺を作る、そのお金を出しますから仏像を作りなさい。でそれを作るのがやっぱり、まあ、日本人あるいはね、それもおそらくユダヤ人が作った可能性がある。鳥節っていうのは、鳥っていうのはどうもヘブライ語みたいなね、そういう、まあ、これからねそういうヘブライ語と日本語の関係をねこうすれば、この言葉はヘブライ語かどうかっていうのも分かると思うんですけど、まあ、それについてはぜひね、ユダヤ人の
友人とこう意見を取り交わしたいと思うんです。そしてこの美術史が始まるわけですね。まあそういうことでね、まあ、時間がこれからもし詳しく日本美術のことを言うとね時間がかかるので、一応この辺で、まあ、イントロダクションとして終えたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。